東京大田塩焼きそばの盛り付け例。東京大田塩焼きそばとは、東京都大田区のご当地焼きそば。B 級グルメグランプリ出場と町おこしを目的に、東京都大田区内の中小企業や、個人の有志により、大田焼きそば実行委員会を立ち上げる。その後、社団法人雪ヶ谷法人会、社団法人大森法人会、東京中小企業稼働友会大田支部、 大田区若手医療士交流会エムズ・ピカデリー、社団法人東京青年会議所大田区委員会、社団法人東京都トラック協会大田支部の各団体が参加し、大田町活ネットを設立、東京大田市おやきそばの開発を進める。また、大田区内のイベントにも出展している。蒲田駅周辺や大森駅周辺、ヤシオ、久我原などの飲食店でも提供されている。 基本的な具材や味付けは同じだが、提供店によって、麺の太さやトッピングに特徴を出している。また、2012年3月には家庭向けに、東京大田塩焼きそば秘伝のタレとして調味料が発売され、地元スーパー等で店舗販売されている。漁業が盛んだった大田区にちなみ、塩をイメージできる海苔やアサリを使い塩味ソースで具材を調理。 2012年1月25日、大田区立大森第一中学校の給食として採用され、配膳された。ありがとうございます。